はい、どうもポトフです。今はですねスマホで録音してます。外から録音してますが暑いですね。今時間がですね12時52分というですねかなり暑い時間帯、昼の12時ですね。はい、よく夜中も歩いて撮ってたりはしますが、昼間の12時52分から12時53分になったところです。今回スマホで録音してまして、ちょっとね試してみようと思っているのが、文字起こしをしてくれるリスンというサービスね。はい、私も6番組かな登録して使わせていただいておりますが、なんとリスンに音源をアップして更新ができるようになったと、ホスティングサービスも始めたというニュースが飛び込んできましてですね、びっくりしましたね。結構ねサーバー大丈夫なのかなってちょっと余計な心配をしてしまいますが、なんかまさかホスティングまでやってくるとは思わなかったですね。はい、でそれによりですね、普通に配信しているものをリッスンで読み込んでますが、それに音源をアップしてミックスすることができるみたいで、ですると RSS もですね、3種類かな、だから通常の読み込んでいる RSS とリストにアップロードしたものだけの RSS、 そして合わせた RSS って確か3つ作ってくれるんじゃなかったかなと思いますけども、でリストに移行する機能もすぐその翌日もうすぐにですね移行をする、まあ本当はね音源とかも移行をね手動でしなきゃいけないのかなと思っていたら、なんか一括でインポートしてくれそうな機能をリリースしたというのをさっき見まして、はい、でまあちょっとね私はいろいろサービスを使ってます。でこのマイカップオブティーは、自前のサーバー、まあ、レンタルサーバーですけども自前に作って運用してますし、Spotify for Podcasters を使ってるのが、ミュージック&トークやってるザ・サウンドトラック、そしてビデオポッドキャストやってるインザ・ティーブスですね。他はですねオーディオスタートというサービスにいくつか移行しました。今いくつあるんだろう、4つ5つオーディオスタートから配信してます。でもう1個はですね Acast というホスティングサービスを使ってね、やってますと。でこれ以上新たに作るつもりはないんですけども、ちょっとね試してみようと思ったのは、今まで通り配信しながらこのマイカップオブティーミニという形でリスに直接アップするのをやってみようと。で、これでやってみて RSS 新たにできた RSS とかがね問題ないようであれば、それを Apple とかにも差し替えつつ、通常スタジオというか自宅で収録する通常版、そしてサブスク抜けのボーナストラックが今ありますがと加えてミニという形でですね、こんな感じで手軽に録音したものをアップして交えていこうというような、まあそれによりですねやめていく番組が出てくるかもしれません。今怪しいのがサウンドスケープマイカップオブティーですが、ちょっともしかしたらそっちやめるかもしれませんが、ただそれがですねA キャストを使っている唯一の番組なので、ちょっとどうしようかなと思いながら、手軽にこうアップするものもやってみてもいいんじゃないかというテストでございます。まあこれちょっとアップして、アップすると今まだ RSS が1個しかないんだけど、リッスンだけの RSS とかなんか出てくるはずなので、まあそれを見てですね、今までの RSS と見比べつつ不具合がないかね、その辺を不具合というか他のねサービスに登録した時にですね今までと変わっちゃう部分がないかどうかとか、その辺をね確かめてみようかなと思ってます。まあ、うまくいけばこんな感じでちょこちょこ短いのを配信していこうかなというふうにも、別番組でねやってもいいんですけど、意外と一緒にやってもいいんじゃないかという、はい、試みでございます。ということでポトフでした。じゃあね。